写真拡大全3枚第101回全国高校野球選手権大会第10日第3試合明石商 3X-2 上広市場延長10回16日甲子園3回戦が行われ明石商兵庫が上広市場山口に3対2で河野光輝内野手3連がサヨナラスクイズを決め初の8強に進出した。わずかな好機を逃さない明商野球が炸裂。18日の準々決勝で八戸学院光星青森と対戦することも決まった。網を張りかかった獲物は逃さない。これが両市長明石が生んだ野球だ。大技ばかりじゃない。さよならスクイズを決めた明石商河野はお立ち台で胸を張った。スクイズは一番練習してきた。ここ一番の必殺武器です。絶対に決める自信がありました。 2-2 の延長10回医師満塁狭間前徳監督55から体を張って思い切っていけ。ビビるなよと背中を押された。初球はバットを引いての見逃しストライク。2球目で三塁側に転がした。みんなが喜んでいて決まったんだと思ったと一塁をかけた。本当にこいつらほんま素晴らしいですわ。こんな試合できて本当に野球をやっていてよかったと思います。練習は嘘をつかない。初の8強に導いた指揮官は選手を手放しで称えた。試合中は阪神矢野監督にも負けない狭間ガッツで選手を鼓舞。決死のタクトで試合を振り出しに戻した。勝負の流れを変えたのは 1-2の8回。一死二塁で久保田に三盗を仕掛けさせた。チーム1の伊打点は自信がありましたと振り返った。緻密な研究が裏にあった。狭間監督は相手投手の池村くんはフォームを見ないと投球できないと癖をつかんでいたことを明かす。そして一死三塁とすれば今度はヒットエンドラン。すぐにバットを短く持ち直した清水がきっちりとゴロを転がしついに追いついた。何が何でも走者を返す。明商野球を培ってきた。日々の打撃練習では最後に三塁に走者がいることを想定して行う。河野は4強入りした今春の選抜で2度スクイズを失敗したが1番から9番がスクイズを決められる打線のレギュラーとして矜持を示した。河野が明商らしく強豪に立ち向かいたいといえば指揮官はどんな状況でも点が取れると力を込めた。18日の準々決勝の相手はこの日海星長崎に同じくサヨナラ勝ちした八戸学院光星となった。サッカーの1回戦延長10回の末8対9で敗れたリベンジマッチ。明石の公立校が泥臭く歴史を作る。原田良太郎寮より近くへ転居。河野母は感謝感謝。主君のスクイズを決めた河野の母松代さんは一塁側アルプスから応援。全員で繋いで勝ち取った勝利にチームの子たちのおかげですと感謝した。入学時に1秒でも多く練習するため明石商から自転車で5分、寮よりも近い場所に引っ越した。午前6時半には家を出て、遅い時は午後10時に帰宅。一日も休んだことはない姿に野球の神様が微笑んだ。明石商では1年秋からベンチ入り。右投げ左打ち。171センチ、65キロ。背番号、6。河野。後期、河野光樹。2001。平成13年10月12日生まれ、17歳。兵庫県出身。小学1年から大韓ソフトボールで競技を始め、鬼怒川中時代は神戸西シニア、高砂放電ボーイズでプレー。